フォックスファイヤー企画担当者が徹底解説シリーズ、今回も始まりました。よろしくお願いします。私 MC をやってます井出大輔と申します。私は釣りも登山もキャンプも大好き、ということはフォックスファイヤーのね商品相性がいいんですけど、あのフォックスファイヤーがね企画しているあの黒部源流の釣りツアーは最高でしたね。登山して8時間山に登って、そこで源流でイワナを釣るっていうあのツアーね、ちょっとコロナで、2年間やってないそうなんですけど、またねやってくれる時を楽しみにしております。さあ今回の企画担当者徹底解説シリーズ、フォックスファイヤーの商品について詳しく語っていただく担当者さんはこの方です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。フォックスファイヤー企画担当の斉藤です。斉藤さん、今回は、まあ、見ての通り、これは、シェルの下に着るインナーウェアってことですよね。そうですね、はいはい、今回は、ね、素材について紹介いただけるということなんですが、どういった特徴を持つ素材なのか、まず名前から教えてください。こちらにかかっているのはですね、手前の方が、PP ウール、肌面にポリプロピレンが着てまして、表面がですねウールとポリエステルに梱包された素材になっています。でこの後ろにあるものですね、こちらの方が、TS ウールっていうものになりまして、肌面がポリエステルで、表面がポリエステルとウールのコンボで、両方ともダブルフェイス構造の生地ということでね、今回はそのフォックスファイヤーが独自に使っているというダブルフェイス構造の生地について詳しく教えていただけるということなんですけど、はい、まあそのね、今聞いてもらったようにその、まあ、外側がウール系の素材で、内側が化繊の素材を使っているということなんですけど、はいはい、このダブルフェイス構造の、素材を作るいきさつ、これどういったきっかけだったんですか？ですね、まあ、これを開発したのが2010年になるんですけれども、うん、まあ、その頃っていうのは欧米の方でウール素材のインナーっていうのがもう確立されてたんですね。ほう。で、まあ、ウール素材ですと、まあ、普通の T シャツ、1枚ものの T シャツですとか、まあ、ダブルフェイス構造になっていても、肌面にウールが着てるものっていうのが多かったんです。でただですね、肌面にウールが着ているとその日本の高温多湿の気候にちょっとそぐわない。おう。なぜかというと、うん、ウールってあの徐々に徐々に水分をこう蒸散させていくんですね、うん、そうすると肌面がいつもその高温多湿の気候だとベタベタしてしまう。はははそうなんですね、うんうん、なので、まあ、それをどうにか日本仕様にしようということで、その逆転の発想で逆側にしていく、うん、そうするといつも肌面がサラサラで、表面がこう徐々に徐々に水分を蒸散させていくので、まあ、体温、気化熱による体温の低下ですね、それを防いでくれる、はい、肌面はサラサラなんだけども、ちょっと体温の低下を防いでくれると素材が完成したんです。そんなに明らかにそのウール面が肌に触れてるのと、はい、その化繊面が触れているので感覚違うんですか？違いますね。やっぱりウールって毛じゃないですか。そうするとやっぱりどうしてもチクチク感もありますし、ありますね、はいはい、で徐々に徐々にこう水分を含みやすいので、うん、徐々に徐々にこう、はい、蒸散させていくっていうと、やっぱりいつでも肌が濡れてる状態になる、うん、やっぱりその不快感もありますし、その気化熱による体温低下っていうのも生まれやすい。あの山登りしていると、もういかに体を濡らさないかっていうことが大事だっていうじゃないですか。そのもうそれこそ寒い季節になったらね、もう体が冷えちゃって、それだけでもう動けなくなっちゃうっていうこともありますから、そうやってより日本に応じたドライを感じる素材ができたってことなんですね。そうですね。でこの PP ウールと TS ウールっていうのはどういう違いがあるんですか？ですね、やっぱこうミドルウェアになると思うんですけれども、はい、ミドルウェアって結構大事で、ミドルウェアってどう大事なんですか、はい、ですね、要はレイヤリングのウェアって、まあ、大雑把に言うと3層構造に分かれると思うんですけど、肌面のベースで、次にミドルで、上にアウターが3層構造なんですね。でアンダーっていうのは肌の汗をいかに吸ってくれるかっていうところが大事だと思うんですよ、はい、でアウターっていうのはそのベースから上がってきた濡れ感を外にどれだけ出すかっていうのが重要になってくると思うんですけど、はい、その中間着となると、そのベースとアウターの間にあるわけで、そこの機能が最大限に発揮できないと、先ほど言ったそのいかに体を濡らさないようにするか、水分を蒸散させてあげるかっていうところで重要になってくる。でこの2つの種、 PP ウールと TS ウール、はい、
これはどういう使い分けなんですかね。ですね、肌面の TS ウールっていうのは肌面がポリエステルになっているので、まあ、よりアクティブに動いた時ですね。それに言うとも春夏とか低山とかの季節ですね、うん、より肌面 その汗を表に出してあげるっていう機能が高いものなんですね。どんどん速乾させていくっていう。はい。で、PP ウールの方、こちらはどちらかというと FW 向けなんですよ、うん、っていうのはポリプロピレン、 PP ってポリプロピレンっていう素材なんですけれども、疎水性とあとは熱遮断性があるんですね、うん、っていうことは、肌面がいつもサラサラなんですけれども保温性が出てくる。おお、はい、っていうので、こちらのポリプロピレンウールの方は FW 向けっていう、その季節によっての分け方。なるほど。じゃあ寒い時は PP ウール、はい、いっぱい汗かくぞっていう時は TS ウールを、はい、インナーに着たらいいってことなんですね。そうですね。僕ね今実際着てるんですけど、これはこの黒いこの素材で、はい、PP ウールですね、はい、その秋冬用のウェアを着てるんですけど、本当にねさらっとしてるし、何よりもチクチク感がないんですよ。ウールだったら、まあいろんなウールあってね、すごく柔らかいものもあるにしても、やっぱり多少はね、ちょっとそのウールっぽい、そのチクみたいなのを感じるときあるけど、はい、これ全然ないですね。そうですね。肌面にやっぱりポリプロピレンっていう素性が来てるんですけども、その編み方っていうのにもちょっとこだわっていて、より肌にこう優しく接するような感じで、ちょっとループ状にされてるんです。そう、ね、それが気持ちいいのよ。なんかね、ふんわり当たるんですね。ふんわり当たるからなのか、そのポリプロピレンがより保温力が高いのか、ほんのりあったかいのよね、着ててすごい快適ですね、うん、かといってなんか汗ばむ感じも全然ないし、今はなんかもう非常に私快適に喋れてます、うん、そうか、こういうダブルフェイス構造のカットソー、いくつも種類あるんですよ。今展示してるのはメンズが吊るされてますけど、はい、これとかレディースですか。そうですね、この正面にあるのが女性のですね、うん、はい、ね、やっぱ大事ですよ。もうこういうインナーのレイヤリングが快適になると、外でのアクティビティのね、不快度が全然なくなってくるんで、そうですね、大事ですね、はい、ウールって匂いもつきにくいっていうじゃないですか。そうです、うん、重装なんかして結構荷物も少なくしていく時なんかだとやっぱり匂いって気になるじゃないですか、うん、そういう時にも全然発揮してくれるっていうのが。そうなんですね。でもちろんきっと途中でね、洗いたいなと思っても洗っても乾くのも早いでしょうね。さあ、斉藤さん、今から実験をしていただけるということなんですが、はい、どんなことをやってくれるんですか。ですね、肌面が常にサラサラであるっていう、その実証実験を、はい、やってみたいと思います、はい、でこちらが実際の素材になるんですけれども、このピンクの面、こちらの方がウールとポリエステルの混紡された面、はい、もう着ていると表に出てくるんですね、うん、でこれ裏返しますと、まあ、黒い、この黒がですね、ポリプロピレン、常に肌がサラサラになっているという状態を保ってくれる素材。なるほど、はい、でこれを水に濡らして汗をかいた状態にします、うん、お、もうしっかり浸すんですね、はい、ですね、こうやって汗をかいた状態の素材にします。ギュッと絞りました、はい、で乗せます、うん、乗せます。これ両方とも同じ生地なんですよね、はい、で、うん、こちらがまあ着用している状態、うん、でこちらが、ウールが肌面に来ている状態ですね、うん、でこれをするとお、はい、こっちウールが肌目についてると、まあ、ぺったりくっついて張り付いてんだ、はい、こっちは、はい、はー、で肌面が PP ポリクロピレンだと、まあ、滑り落ちるということは肌面がいつもサラサラである、それだけサラサラな着心地がキープされるってことなんですね、はい、ということで今回のフォックスファイヤーのダブルフェイス構造のカットソーを解説していただきました。表と裏でね、2つの機能が合わさって、快適な着心地を提供しているということで、これとても勉強になりましたね。斉藤さん、どうもありがとうございました。ありがとうございます。ぜひ皆さん、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。